そして遺伝的プログラミングです。これは生物の遺伝子を模倣したものです。遺伝的プログラミングではアルゴリズムが突然変異および交配を行います。またそれではこの3つのインスタンスをリストに格納してみたいと思います。リスト名はカルクスとします。そして A と B と C をこのリストに格納していきます。驚くことに、この2つの関数はほぼ重なっていることがわかります。すなわち、ネイピア数を使った指数関数は、それの傾きの関数とほぼ一緒になることがわかります。今回はバイアスの導入について解説を行います。ここにバイアスを導入したニューロンの模式図を示します。これまでは入力と重みの合計値を出力に変換する関数を用いて出力の値を得ていました。今回はこれにバイアスという要素を加えます。今回はサイキットラーンによる株価分析について解説を行います。ここに架空の株価を示します。横軸は日数、縦軸は株価です。株価はその日の終値です。この株価をその鑑定結果をもとにジェネレーターの方はディスクリミネーターを騙せるように訓練を行います。これを繰り返すことによりディスクリミネーターはやがて贋作と新作を見分けることができなくなります。